バタシー発電所は南西ロンドンのインナーシティ地区、バタシーナインエルムズのテムズ川南岸にある、廃火力発電所である。一つの建物に2基の発電所が備えられた施設で、建設は2段階を経て行われた。バタシー A 発電所は1930年代に建設され、その後1950年代になってから、東側にバタシー B 発電所が建設された。 二つの発電所はほぼ同じデザインで建築され、四本の煙突が長い間市民に親しまれた。この施設での発電は1983年に終了したが、廃炉までの50年以上ロンドンのランドマークの一つとして知られたほか、現在ではグレード2の指定建築物となっている。建物は多くのポップカルチャー利用を受けていることでも知られ、 ピンク・フロイドが1977年に出したアルバムアニバルズのカバーやビートルズが1965年にリリースした映画ヘルプ。4人はアイドルで姿を見ることができる。発電所は世界最大のレンガ建築物の一つであり、豪華なアールデコ式内装で有名である。建物はその閉鎖以来ほとんどが使われずに放置されていたため構造の状態が悪化して、 イングリッシュヘリテッジにベリーバットと評価されたほか、危機にさらされている建造物のリストであるヘリテッジアットリスクに登録された。またワールドモニュメント財団によって危機に瀕している建造物を登録するワールドモニュメントウォッチの2004年版2014年版にも登録された。発電所閉鎖以来多数の再開発計画が 発電所を引き継いだオーナーたちから立案されたが、どれも失敗に終わった。2004年には、香港に本社があった、パークビューインターナショナルの再開発計画が、とんざしている。この後発電所は、2006年11月に、アイルランドの会社、リアルエステート・オポーチュニティーズへ4億ポンドで、売却され、会社は発電所を公共利用して、 この場所に3400件の住宅を建てる計画を打ち出した。この計画は、レオの債務が英国やアイルランドの銀行から回収されたことから、頓挫し、2011年12月に発電所の土地は、総合不動産コンサルティング会社のナイトフランクによって、不動産市場に売りに出された。この売却提案には、海外の様々な合弁企業も興味を示したが、多くは、 建物の全面的な石し部分的な取り壊しを期待していた。総額7億5000ポンドに膨れた負債と、ロンドン地下鉄延伸に必要な2億ポンド、荒廃していた発電所屋根の保全に必要な資金、川岸のゴミ集積工場やセメントプラントの存在から、この場所の商業的発展は大変な挑戦でもあった。2012年6月7日、ナイト・フランクは、 管理者のアーンストヤングが、マレーシアの企業、SP セキィア・サイムダービーと完全合意し、発電所や関連する土地の迅速な引き渡しと、その履行に向けて、作業を開始すると発表した。4億ポンドの売却は2012年7月に完了し、2011年にワンズワース区議会の承認を受けた、ラファエル・ビニオリのデザインによる再開発が進められる計画である。 2013年1月には最初の住居用菓子部屋の売り出しが始まった。建設のフェーズ1は2013年に開始され、2016年から2017年に完了する予定である。1930年代遅くまで電力は地方自治体によって供給されていた。一方で一つの製造業者や工場群へ電力供給するための発電所を建設する。 小さな発電会社もいくつか存在し、余った電力を公共販売していた。ところがこれらの会社が供給する電力は、電圧や周波数が天然バラバラであった。1925年、英国議会は公共の管理下で一つの基準に従った配電網を構築すべきで、発電所はより少なく、より大きくあるべきだと提言した。民間電力会社のいくつかは、 ロンドンパワーカンパニーを作ることでこの提言に対応した。彼らは国会の提言に注意を払い、巨大な発電所を少数作るとの計画を打ち出した。ロンドンパワーカンパニーによる最初の特大発電所はロンドンテムズ川南岸のバタシー地区に建てることが計画された。1927年には2段階の建設で、竣工時には400メガワットの電力産出ができる。 発電所を建てるとの提案がなされた。建築に選ばれた土地は15エーカーの区画で、以前はサザークボクソール水道会社の貯水池として使われていた場所だった。この場所が選ばれたのは冷却水や石炭輸送に欠かせないテムズ川に近いことと、発電所の主な供給エリアであるロンドン中心部に建築できるという理由だった。この提案は、 建物が巨大すぎて目障りだと感じる人々から反発を受けたほか、地元の建物や公園、テートギャラリーの美術品が汚染されるのではとの不安も呼んだ。前者の反発に対し、会社はジャイルズ・ギルバート・スコットを雇って、外装の設計を任せることで対応した。彼は著名な建築家、工業デザイナーであり、レッドテレフォンボックスやリバプール大聖堂の設計で有名だった。 また、バタシー発電所の仕事に続き、同じく、テムズ川沿いの発電所である、バンクサイド発電所を設計しているが、この建物は、現在美術館、デートモダンとして使われている。汚染問題については、発電所がクリーンで無縁だと保証するため、廃棄処理が適切に行われている状態で、発電所に認可が下りるとの条件で解決した。 英発電所を建てる最初のフェーズは1929年3月に始まった。メイン棟の工事はジョン・ウォーレムカンパニーによって行われ、構造体の鉄筋建設はサー・ウィリアム・アロルカンパニーによって行われた。また他にも専門的作業のために複数の建築業者が雇われている。蒸気タービン発電機などの電気機械のほとんどはマンチェスター。 トラフォードパークのメトロポリタンイコールビッカースによって手掛けられた。鉄製の骨組みの建築は1930年10月に開始された。これが完成した後、1931年3月にレンガ作りの外装工事が始まった。B 発電所の建築までボイラー棟の頭壁は一時的な囲いとして金属製の波板で覆われていた。 英発電所は1933年に創業を開始したが、1935年まで建物の建築は続いた。建設にかかった総工費は214万1550ポンドに上った。1929年から1933年の建築期間中に死亡事故が6件、その他の事故が121件発生している。第二次世界大戦終戦後、 B 発電所を建設する第2フェーズが開始された。B 発電所は1953年から1955年にかけて徐々に創業を開始した。また先立って完成した A 発電所とそっくりな外観で、その東側に共像のように建てられ、これにより現在でも有名な煙突4本の外観が完成した。B 発電所の建設により、 発電能力は509メガワットとなって、当時の英国で3番目に大きな発電施設となったほか、ロンドンの電力需要の5分の1をまかなうまでになった。また、開業時には世界で最も熱効率の高い発電所であった。A 発電所はロンドンパワーカンパニーによって創業されていたが、B 発電所の工事が完了した際に、英国の電力供給産業は国有化され、 二つの発電所の所有権は1948年に英国電力公社へ上渡された。1955年に電力公社は中央電気庁へと名前を変え、さらに1957年には中央発電局と名前を変えている。1964年4月20日には発電所で火災が起きて、ロンドン中が電力危機に陥った。 この夜 BBC2 を開局する予定だった BBC テレビジョンセンターも例外ではなく開局が翌日の午前11時にずれ込む事態となった発電所の建築は2つのフェーズを経て完成した写真は1934年に撮られたもので A 発電所を建てるフェーズ1が進行中である発電所はブリックカテドラルスタイルで建てられた 一時流行した、このスタイルを伝えるものとして、イングランドに現存する数少ない例である、AB2 つの発電所は、どちらも建築家や技術者による一つのグループによって設計された。チームのリーダーは、ロンドンパワーカンパニーの主任技術者だった、レナード・ピアースだった。他にも、ヘンリー・ニューマーチ・アロットや、後にフィルトンのブリストル・ブラバゾン。 組み立て工場建設にも貢献したテレンス・パトリック、オサリバンなどがチームに加わっていた。J セオ・ハリデーも建築家として雇われたほか、ハリデーエゲート・カンパニーは建築の副顧問を務めた。ハリデーは建物の外装、内装工事の監督、遂行で責任者を務めた。建築家のジャイルズ・ギリバート・スコットは計画がやや進んだところで加わり、 市民の要求を満たせるよう協議に参加したため、プレスでは、アーキテクト・オブ・ザ・エクステリアと表現された。発電所は、当時流行だったブリック・カテドラルスタイルで建築された。バタシー発電所は、ウェールズのアスクマウス発電所や、同じロンドンのバンクサイド発電所と並び、この様式で建てられた、英国の発電所として数少ない現存例である。 発電所のデザインはすぐに良い評判を得て、電力の聖堂と表現されたほか、セントポール大聖堂などと並ぶロンドン名所として、格付けられた。アーキテクチャラルレビューによる1939年の調査では、名刺による審査員団が、この建物を2番目に素晴らしい現代建築物と定めている。A 発電所のコントロールルームには、ハリデーの手によって、 アールデコ様式の調度品がいくつも加えられた。イタリア製の大理石がタービンホールに使われたほか、磨き上げられた寄石細工の床や、電鉄製の階段が長年にわたって利用された。第二次世界大戦に続いた資金難から B 発電所の内装には同様の調度は加えられず、代わりにステンレスで作られた内装品が導入された。 つながった構造の発電所二棟はそれぞれ煙突が両端についた長いボイラー棟とそれに隣接したタービンホールからなっている。発電所はヨーロッパ最大のレンガ建築物である。建物の総面積は160メートル170メートルでボイラー棟の屋根までは50メートル以上もある。四本の煙突はそれぞれコンクリート製で高さは百三メートルあり、その直径は 底部でで28フィート、頂上で22フィートである。発電所には他にも、石炭を荷下ろしするための特定や、選別して貯蔵する、施設、制御室、管理区域などがある。A 発電所は3台のタービン発電機を使って、発電していた。2つは、出力69メガワットの、メトロポリタンイコールビッカースブリティッシュ、トムソンヒューストン製のもの、1つは、 出力1 0 5ットのメトロポリタンイコールビッカー姿勢のもので、総出力は2 4 3ットだった。発注当時、出力1 0 5ットのタービン発電機はヨーロッパ最大のものだった。B 発電所にも同様に3台のタービン発電機が導入されたが、すべてメトロポリタンイコールビッカー姿勢に統一された。2台のユニットでは1 6ットの高圧タービンに、 出力7 8ットの低圧タービンを組み合わせ、これに6ットのところ内容発電機が連結していて、合計1 0 0ットを出力できた。三大目は6 6ットの機械に6ットのところ内容発電機がつけ、属し、合計で7 2ットを出力した。B 発電所の建設は、発電所全体の総出力4 0 0ットを、 目標として行われたが、1953年の完成時には、総出力509メガワットを達成した。発電所のボイラーはすべて、バブコックウィルコックス製で、同じく、バブコックウィルコックス製の粉砕機で砕かれた、石炭を燃やす方式だった。A 発電所には9台、B 発電所には6台のボイラーが備えられた。B 発電所のボイラーは、当時の英国で、 史上最大のものだった。B 発電所は創業開始から12年間、国内で最も熱効率の良い発電所でもあった。石炭は石炭線で発電所に運ばれることが多く、クレーンで荷下ろしされた。このクレーンは今でも川岸に残っている、発電所は毎年100万トンもの石炭を消費していた。これらの多くは南ウェールズや、 ノースイーストイングランドの港から沿岸貿易用石炭船で発電所へ運び込まれた。船は上部構造の背が低いフラットアイアンと呼ばれるもので煙突やマストはプールオブロンドンのテムズ川に架かる橋に合わせて折りたたむことができた。ロンドンパワーカンパニーと国有化後の所有者は事業のため自前でフラットアイアンを所有し運行していた。 特堤には石炭を荷下ろしするためのクレーンが2台設置されており、一度に2隻の船から荷下ろしして、1時間あたり480トンを輸送できた。石炭は近くを通る鉄道、ブライトン本線でも発電所の東側に輸送されてきた。石炭は鉄道で運ばれるよりも、ほとんどが特堤を通じて川から運び込まれていた。ベルトコンベアも稼働しており、 石炭の貯蓄エリアもしくは発電所のボイラー室に直接石炭を運び込んでいた。ベルトコンベアシステムは複数の塔に連結した一連の橋で成り立っていた。石炭の貯蓄エリアは巨大なコンクリート製の箱型構造で7万5千トンの石炭を貯蔵できた。石炭を運搬するベルトコンベアシステムに連結したベルトコンベア付き図上式ガントリーもあり、貯蓄エリアから ボイラー室へ石炭を運ぶのに使われた。水は蒸気タービンからの蒸気をボイラーに返す前に凝結させるのに使う気力発電所には欠かせないものである。発電所内で蒸気を凝結させるために使う複水器に用いられていた水はすぐそばのテムズ川から取水されていた。発電所は川から1日平均で150万立方メートル取水していた。 発電所の複水器で使われた水は冷却された後再び川に戻されていた。第二次世界大戦終結後、LPC は余剰熱をピムリコ地区の地域熱供給に活用する機会を得て1950年からこの供給がスタートした。硫黄排出の削減は発電所が設計段階だった頃からの大きな課題だったが、 これは発電所建築に反対する人々が抱いた主な心配の一つでもあった。LPC は1925年にハイガスを浄化する実験的手法を開発した。これは沿道内に設置した鋼鉄、木材製の機体浄化装置で水と塩基等沿道内のハイガスにスプレーして浄化する仕組みだった。ガスの浄化は連続的に行われ触媒である。 酸化鉄によって二酸化用ガスを硫酸へと変える。バタシー発電所はこの技術を導入した世界初の営利用施設だった。1960年代には B 発電所でこの浄化方法が停止されたが、これは浄化システムの反応性生成物をテムズ側に流す方がガスをそのまま空気中に排出するよりも有害だと分かったためである。 1986年11月の発電所。発電停止から3年後にあたる発電量が減少し続けているという事実は、排気ガスの浄化などかさみ続ける創業コストと相まってバタシーの閉鎖を決定づけた。1975年3月17日、40年の創業を終え、バタシー A 発電所は閉鎖された。閉鎖までに A 発電所の発電方法は、 石炭と石油混合燃焼に切り替えられており、発電量は228メガワットに低下していた。A 発電所の閉鎖から3年後、B 発電所も引き続いて閉鎖されるとの噂が駆け巡った。また、建物をイギリス指定建造物として保存しようというキャンペーンも展開された。結果として、1980年に発電所はイギリス指定建造物に登録され、 当時の環境大臣だったマイケル・ヘーゼル・タインがグレード2の指定文化財となったことを発表した。また2007年には一つ上のグレード2へ指定が引き上げられている。30年近く創業した B 発電所は1983年10月31日に発電を停止した。B 発電所の閉鎖時、その発電量は146メガワットに低下していた。 二つの発電所の閉鎖には、発電機械の老朽化が主な原因として挙げられ、他にも発電用燃料の主流が、バタシーで使われていた石炭から、石油や天然ガス、原子力発電に切り替わっていたことも挙げられている。そしてこの発電停止以来、幾度となく跡地の再開発が試みられたが、2012年に、現在の再開発計画が決定するまで、すべて失敗に終わっている。 発電所の屋根は1980年代遅くに取り払われた。この頃建物をテーマパークに作り変える計画が持ち上がっている。発電所閉鎖に引き続き、中央発電局は発電所を取り壊して、住宅地として売却する計画を立てた。しかし、建物がグレード2の指定文化財になっていたことが足かせとなり、発電局は 建物の保全に高いコストを支払わねばならなかった。1983年、中央発電局は発電所跡地の再開発計画を募るコンペティションを行った。優勝したのは、オルトンタワーズを含む合弁企業の案で、英国の工業史に焦点を当てた、室内テーマパークを作るというものだった。必要な資金は3500万ポンドと見積もられ、収益を出すのに、 毎年200万人の来場者が必要というリスキーな計画だった。この計画へは1986年5月に承認が下り、翌1987年にジョン・ブルームが土地を1500万ポンドで取得した。再開発の工事は同年に開始された。1989年1月、再開発のコストは当初の3500万ポンドから2億3000万ポンドへ。 膨れ上がり、計画は同年3月に資金不足から停止へ追い込まれた。テーマパーク建設のため、建物の屋根は大部分で取り払われており、内部の機械に損害が及ぶ恐れもあった。建物の鉄製骨格は屋根なしのまま放置され、土台部分からは水漏れも起きがちであった。1990年3月、提案はオフィス、商店、 ホテルの混合施設建設へ切り替えられた。この計画には、同年8月に認可が与えられたが、イングリッシュヘリテージをはじめとした14、独立法人からの反対は無視された。承認が下りた後も、1990年から1993年にわたって、発電所跡地では何の工事も行われなかった。1993年、 発電所跡地と7000万ポンドにも上る負債は、香港に拠点を置く開発会社、パークビューインターナショナルによって、バンクオブアメリカから1000万ポンドで買い上げられた。購入者の要求を解決するため、1996年5月に土地の自由保有権が取得された。同年11月には、新たな土地再開発計画が提出され、大枠での承認が、 翌1997年5月に降りた。より詳細な条件については、その多くが2000年8月に承認され、残りも2001年5月に承認を受けた。会社は2003年に発電所の土地全体を取得した。土地購入代の支払いが完了したところで、パークビューは建物を修復し、発電所の土地を小売店、住宅、レジャー施設に転換する。 110億ポンドにも上る計画を指導させた。パークビューのプロジェクト計画は単純に発電所と呼ばれ、その舵取りは建築家のニコラスグリム賞が言った。ショッピングモール建設が検討されたが、それは40から50のレストランカフェバー、180の店舗、ナイトクラブ、コメディ劇場や映画館が入る巨大な複合施設だった。英発電所のタービン室には、 国際的なブランド、B 発電所のタービン室には、有名レーベルを持つ店舗が入店する計画で、ボイラー室にガラス窓をはめ込んで、インスタレーションや展示会に使える、パブリック、スペースとする案も出された。ボクソールから、バタシーパークまで走る、川沿いの散歩道も整備される予定だった。パークビューは建設中に三千人分、完成時には九千人分の雇用が生まれるとし、 地元住民の雇用を行うと強調した。私発電所コミュニティグループはパークビューの計画に反対する運動を行い、コミュニティに根ざした代替案が提案されるべきだと主張した。この計画を38エーカーもの土地のどこにも住宅を作る余裕など存在しない全く魅力の感じられない計画で地元住民の雇用などろくに行われず信用できる 公共交通戦略もないとけなした住民もいた。グループは、この立地に計画がふさわしいか、批評を行い、別の大きな建物の建設を提案した。グループの一人、キースガーナーは、適応性という面で、大きな問題があると感じている。全く異なる種類の計画が必要なんであって、空港のラウンジみたいなこの方法が必要なわけじゃない。今自分たちが見ているのは、川から、 ぼんやりと現れた巨大な建物だ。周りを15階建てのビルで囲ってしまったら、それはもうランドマークなんてものじゃないと述べた。2005年、パークビュートイングニッシュヘリテッジ、ワンズワース区は、煙突内部の補修が痛み、修復不能に陥っていると発表した。ワンズワースカウンシルは、煙突の取り壊しと再建設に許可を出した。しかし、 20th Century Society とワールドモニュメント財団、バタシーパワーステーションカンパニーは別の技術者に依頼し、現存する煙突は修復可能だとの報告書を受け取った。これに対し、パークビューは、イングリッシュヘリテージとワンズワースクの要求通り、煙突をあるべき姿に交換すると確約するため、カウンシルに対して法的拘束力のある保証契約を行っていると、 主張した。リアルエステート・オポーチュニティーズは2010年11月に発電所再開発の許可を得た2006年11月30日、リアルエステート・オポーチュニティーズがバタシー発電所とその周囲の土地を5億9500万ユーロで購入したと伝えられた。レオはトレジャリーホールディングスを経営するアイルランドの実業家、リチャード・バレットとジョニー・ロガンが率いる会社である。 その後、レオは、パークビューの示した、以前の案は頓挫し、代わりに、ニューヨーク在住で、ウルグアイ出身の建築家、ラファエル・ビニオリが計画の舵取りを行うと発表した。エンジニアチームのロジャー・プレストンパートナーズと、ビューロハ・プルド・エンジニアリングは、そのまま、デザインチームに残った。レオは40億ポンドを計上した計画を2008年に発表した。ジャージーの法律事務所、 オギアー、キャリー・ウォルセンモーラン・オクサンズが、レオの発電所再開発に必要となるファンドの立ち上げを支援した。ロンドン地下鉄の延伸再開発計画には、ロンドン地下鉄をこの地区まで延伸するとの計画が含まれていた。発電所のあるエリアは、バタシーパーク駅やクイーンズタウンロード駅にほど近いが、これらの駅からロンドンのハブ駅である。 ビクトリア駅やウォータールー駅に向かう路線は混雑がひどく満員に近いと考えられた。そこでノーザン線をケニントン駅から延伸し2マイルのトンネルを掘って西へ走らせてナインエルムズそしてバタシーへと至る計画が立てられた。インフレーションや楽観バイアス前の2008年段階の試算でこの延伸には少なくとも5億ポンドが必要とされその資金は レオやナインエルムズ地区の主要な地権者から出資されると考えられた。発電所の土地利用に関する2010年の計画合意ではおよそ2億ポンドがかけられる地下鉄延伸計画も含まれており、これは後に再開発の上で経済的ハードルの一つとなった。レオの計画概要発電所の建物の一部はバイオマスやゴミ燃焼を使った発電所として 再利用される計画だった。残っていた発電所の煙突は蒸気の通気口として利用されるはずだった。以前のタービン室はショッピング施設、屋根の取り払われたボイラー室は公園として活用され、旧発電所の建物内にはエネルギー博物館も開設される予定だった。発電所の修繕に必要な金額は1億5000万ポンドと見積もられた。 発電所東側にはプラスチック製のエコドームが建築されることになっていた。これはもともと300メートルの巨大煙突を設置するデザインで検討されていたが、より小さな塔を林立させる案が採択されて廃案となった。エコドームの中にはオフィスが作られ、塔を用いて建物内に冷気を引き込むことで、従来のオフィスビルの67%にまでエネルギー消費を抑える。 との計画だった。また3200件の新規住宅が建てられ、7000人が入居するとされていた。競技段階から計画の承認へ2008年6月、競技会が開始され、一般人66%がこの計画を支持していることが分かった。2009年3月23日に発電所で行われたイベントで、レオが再開発計画をまとめた。 申請書をワンズワースカウンシルへ提出したことが発表された。カウンシルは2010年11月11日に計画を承認した。レオは2011年に工事を始めたいとしていたが、2012年に開始がずれ込んでいる。発電所の構造そのものは2016年までに修復され安全になるとされており、すべての計画は2020年に完了する予定だった。 この計画では3400部屋の住宅と350万平方フートのオフィス空間が設置されることになっていた。完成時にはこの住宅地検オフィス街におよそ2万8千人の住人とおよそ2万5千人の労働者が入る予定だった。再建の改修延期と疑念2011年9月1日、ロイター通信は事業の新たな出資者を探すため再建者が 回収延期に同意すると報じた。シニアレンダーのロイズ銀行やアイルランドの国家資産管理会社が2006年にレオと契約した4億ポンドにも上る債建の返済期日延長に同意したと伝えられた。しかし、同年11月にロイズ銀行と生はこの債建を回収し、これによりレオの計画は頓挫して土地は行政管理下に置かれた。そして土地の新しい所有者、 開発者が再度探されることになった。またこれと同時期の2011年9月19日、アイリッシュインデペンデント氏があるデベロッパーから英国の保守党が2万3000ユーロの疑わしい寄付金を受け取った懸念があると報じた。チェルシー橋から望むバタシー発電所2012年2月、ミゴのデザインなどで知られる建築家テリー・ファレルの建築会社が発電所を 後々住宅地も建設できるアーバンパークとして再開発する計画を打ち出した。この計画でファレルは中央ボイラー室と煙突を除いて全てを取り壊し、ポッツの中にコントロールルームから持ち出したスイッチ機械を展示すると提案した。しかしこのプランは建物がグレード2の指定文化財であることからそもそも実現の見込みがないものだった。 2008年11月9日、チェルシー FC が発電所の土地に新しいスタジアムを建設して本拠地移転することを検討していると報じられた。計画では6万5千人から7万5千人を収容できるスタジアムで開閉式屋根も付けられるとされた。またウェンブリースタジアムを設計したホークスポーツがデザインすると報じられた。チェルシー側はこの噂を否定したが、 その後も発電所跡地へのスタジアム建設が模索されていると報じられている。発電所の39エーカーに上る土地は多数の関心を集めており、2012年の競りにも多くの入札があった発電所の購入希望者たちには、グレード2に指定されている4本のアイコニックな煙突とホワイトウォッシュ塗りの塔を残すことが求められた。 レオの再開発計画が頓挫した後の2012年2月、バタシー発電所はその歴史で初めて公開市場へ売りに出されることが決まった。土地の再建者の代理として総合不動産コンサルティング会社のナイト・フランクが競りを管理した。レオの再建が生やロイズ銀行によって回収された後の2012年5月、発電所の土地に対して複数の入札が行われた。 スタジアム建設が報じられていたチェルシー FC のほか、マレーシア企業の SP セティア、ロンドンに拠点を置くリビングストン兄弟による会社、ロンドンリージョナルプロパティーズ、住宅建設会社バークリーグループホールディングスなどが入札を行った。売買が成立した場合、新しいオーナーは5億ポンドを発電所に支払う必要があったが、 これには、生やロイズ銀行への債務3億2500万ポンドと、ノーザン千円賃にかかる1億ポンドも含まれていた。また売買が不成立の場合には、代理人が指定文化財の条件に沿った維持、保全義務を負うことになっていた。2012年6月7日、ナイト・フランクは、管理者のアーンスト・アンド・ヤングが、マレーシアの企業、SP セティア・サ債務ダービーと完全合意したと、 発表した。二社には義務事項を精査し取引の最終合意を締結するまで28日の猶予が与えられた。マレーシアの合弁企業との最終売約は2012年9月に行われた。この再開発計画では、レオの元ビニオリが指揮した計画が利用され、発電所を再開発地区の中心に据え、商店、カフェレストランや美術、レジャー施設、 オフィス街住宅地ななどが作られることになったまた歴史的なバタシー発電所の修復も計画に含まれ、発電所の北側に新しい貸し公園が作られることや、将来のバタシー発電所駅に接続する大通りの新設が決定した。再開発では、現存する川辺の散歩道を拡張し、バタシーパークやチェルシー橋から発電所へのアクセスを向上させることも望まれた。 グレード2の指定を受けている発電所の修復は再開発計画の優先事項でもあった。作業は2013年に開始されたが、その作業にはアールデコ様式の構造を内外面から修復すること、煙突の再建設、歴史的なクレーン、特定を新しい河川タクシー乗り場に作り変えることなどが含まれていた。代償様々な800軒以上の住宅が建てられる。 予定で再開発計画フェーズ1にあたる住居用貸し室販売は2013年1月に開始されタウンハウスや貸し室は75%程度が売り出しから4日で販売されたサーカスウェストと呼ばれたフェーズ1の建築作業はカリリオンが担当し2013年の発電所修復作業と同時並行で開始された 再開発計画は全部で7つのメインフェーズに分けられており、一部は同時並行で進められる計画である。フェーズ1は2016年から2017年に完了する予定で、ノーザン線の延伸とバタシー発電所駅の開業は2020年に予定されている。2013年10月、建築家のフランク・ゲイリーが、フォスターパートナーズと協力し、 再開発計画のフェーズ3を設計すると報じられた。ゲイリーの設計は再開発全体とノーザン線の延伸への入り口と評された。また2016年9月にはアップルの英国本部がバタシー発電所へ移転することが発表された。アイコニックな発電所は70年以上の歴史で幾度もカルチャー利用されてきたバタシー発電所はアイコニックな建物として 映画やテレビ番組、ミュージックビデオ、テレビゲームの撮影地に幾度も利用されてきた。発電所が映画に登場した最初期の例としては、アルフレッド・ヒッチコック監督の映画、サボタージュが挙げられ、B 発電所が建設される前の様子を見ることができる。A 発電所のコントロールルームは、モンティ・パイソンの映画第四作、人生競争曲中のシークエンス、魚を探せや、映画、 英国王のスピーチで使用されている。1969年の映画空軍大戦略ではドイツ空軍によって初めて昼間に行われたロンドン爆撃のシーンで発電所が登場する。2007年10月にはバッドマンシリーズの映画ダークナイトの撮影が行われた。発電所の空になった内装は燃え尽くされた倉庫のセットとして利用された。発電所は マイケル・ラド・フォードによる1984年の映画、1984? で、外装部分が、ロンドン地下鉄駅の代用として用いられた。映画、トゥモロー・ワールドにも芸術賞として発電所が登場するが、その中でさらに浮かぶ豚が登場するシーンは、後日するピンク・フロイドのアルバムへのオマージュとされている。世界最長のテレビドラマとして知られる、英国の SF ドラマ、 ドクター風にも、バタシー発電所は、幾度となく登場する。1964年制作のエピソードザ・ダリック、インベージョン・オブ・アースには、22世紀になって日本の煙突が破壊され、近くに原子炉が作られたバタシー発電所が登場する。2006年のエピソード、サイバーマン襲来、鋼鉄の時代にも発電所が登場し、ロンドン港を引き寄せて、 サイバーマンに変えてしまうアジトとして使われた。再発版アルバムの発売を禁念し、アニマルズのジャケット写真を再現した一枚、バタシー発電所コミュニティグループは、発電所が世界中で知られている主な理由の一つとして、ピンクフロイドが1977年に発表したアルバムアニマルズを挙げている。このジャケット写真撮影のため、 グループは豚をかたどったゴム製の風船を膨らませ、発電所の真上に飛ばした。写真は1976年12月に撮影され、使用された豚の風船は、ドイツの会社、バロン・ファブリークと、オーストラリアの芸術家、ジェフリー・ショーが制作した。豚の風船は、発電所南側の煙突の一本にくくりつけられたが、緩んで風に流れてしまい、 ヒースロー空港の飛行経路へ迷い込んで空港へアプローチしていたパイロットたちを慌てさせた。風船が漂流したと思われる経路を警察のヘリコプターでたどったところ風船はケント州に着地しているのが発見された。ビデオ撮影された一場面は楽曲翼を持った豚のプロモーションビデオで使われている。アルバムは発電所で1977年1月に 行われたイベントで正式に売り出された。近年発電所は様々なスポーツイベント、文化的、政治的イベントで利用されている。2009年8月22日以来、発電所はレッドブルックスファイターズの会場として使われている。2010年4月13日には、2010年イギリス総選挙に向けた保守党のマニフェスト発表会場に用いられた。 2010年5月6日7日には、スカイニュースの選挙報道会場として発電所が用いられた。ありがとうございます。